よし。はい、こんにちは、いちご豆腐です。それではゼルダの伝説ムジュラの仮面続きからやっていきます。前回はですね、ここの坂を越えた先の、危ない、越えた先のこっちの部屋で妖精を取ったので、まだ行ってないこの先に行ってみようと思います。これな、難しいんだよな。意外とね、まっすぐ進むだけなのにそれが難しい。よし、行けた。なんかスティックが若干ヌメヌメしてる気がする。気のせいかな。中ボス？なんだこいつ。ウィズローブよ。攻撃体勢に入った時に隙ができるから目を離さないでよ。あ、こうちょっと、わあ、なるほど、こういうことね。音でどこに出るかわかるな。なるほど、近寄りすぎると消えちゃうみたいな。あ、なんだ、こいつからしか音がしない。本物だけ音がする。ヘッドホン最強じゃん。これヘッドホンしてなかったらどうやって本物を見極めるんでしょうね。きっとコメントで教えてくれてるはず、キプレイの方が。炎の矢、おお、これ待ってた、やったー。結構いけるところが増えるぞこれね。あ、ちょっと待って、あ、まあいいか。じゃあとりあえずこっちの左に行ってみますか。上まで登るの大変だし、左に行くにはまたあの坂を登らないといけないのね。登らない、ここを登ってるわけじゃない。よし。そういえば見てる方はムジュラの仮面やったことあるんでしょうか。リプレイの人とキプレイの人がどれぐらいの割合で見てるのか気になりますね。なんかコメントを見る感じ、結構キプレイの人がコメントしてくれてる感じあるけど、リプレイの人も、ここ、うん、割ってもいいけどさ、向こう側にジャンプで行ける距離なのか、これは果たして。ジャンプ台ないし、これもったいないかな、もったいなさそう。ジャンプ台で行ける距離ではない気がする。炎の矢使うのに魔力使ってるっぽいし、あれ、鍵持ってないよね。あ、やばい、落ちた。まあいいや、落ちたついでに、ここで行ってないところに行きましょうか。あー、待って、一個前の部屋も行ってないとこあるんだよな。そっち先に行くか。ちょっと入り口のすぐ先の部屋までカットします。こっちから行った方が多分近いね。というわけで、ここ、ここ、ここの先、まずここに行きたかった。なんかマップ上ではさ、この先になんか
あれっぽいんだけど、マップには宝箱のマークがついてんだけど、あれどういうことだろう。この下？あれ？どういうこと？ここに宝箱のマークあるんだけどな。上か？ここ上の階とかあるのかな？でも1階に宝箱のマークついてるよね。なんだろう、わからない。下はいけない気がするし、ちょっと放っておきましょうか。わからなかった。なんであそこに意味深に氷があったんだろう。とりあえずこう溶かしていきましょうか。矢が出てきた。あ、こっち向いてない。なんかこっち向いてますね。まずここをつけて、うん。とりあえず倒しておこう。あ、もったいな。よし。ほうほう。あ、もしかしてさっきの部屋も全部の敵を倒すと出てくるみたいな感じか。なるほど。なるほどね。とりあえず。あ。分かっちゃった。宝箱あったもんね。あー、で多分妖精だな、さっきのとこ。よいしょ。真ん中から狙おうか。ちょっと待って。これ微妙に難しいのでは。どこ狙うかが分かりにくいんだけど。よし。よし。これで真ん中が開くと。で、ここをコロンで押す。時間制じゃなければいいんだけど、多分黄色は時間制じゃなくて、緑は時間制とかそういう。おお。なるほど。で、下のスイッチを押すと、もう一回あれが下がるんだ。あ、やばい！やっちゃった。どうしよう。ここも気になってたし。ついでだし、ここも見てみようか。なんかあるのかな。真ん中の出くばなしかない。補給する場所って感じなのかな。久々にデクナッツになった気がする。あ、待って、あそこになんかある。よし。こっからどこに行けばいいんだろう。これで復帰できますよってことか。なるほど。間違えた。一回脱いで、で、一応これつけて、
よし、この部屋にはもういないね。うんうん、サクサクな気がする。じゃあさっきのところ、あ、気軽に戻れなくなってる入り口側から行ってさっきのところ全部の敵を倒してみようか。よし、なんか起きるといいんだけど。よし、出た。なんか結構重要そう。よし、あとは向こう側に渡るだけなんだけど、これな、めっちゃ失敗したんだよな。これ難しくない？なんか角度はこう。待って、これ大丈夫？よし、ふう。なんだろう、あ、小さな鍵、これめっちゃ重要じゃん。じゃあちょっと降りて、なんかダメージ食らわなかった。絶対食らおうと思ったのに。転がれば、落ちる瞬間に転がればゴロンだったら食らわないみたいな。エクナッツでも食らわないのかな。そういえばここはさ、どうやって行くの？どうやって行くんだろうここはどうやって行くんだろう。わからん。ここの2階にはどうやって行くの？え、ここの2階ってどうやって行くんだろう。この2階行く方法が出て、あ、待って、なんかスイッチ押せるじゃん。結構食らっちゃった。ここにもなんかある。ここでなんかしないといけないんだわ。おー、一応この氷も溶かしとこうか。あ、それでまずゴロンでこれを押してみる。あ、ゴロンじゃなくても押せた。ふむ、あれを取るのに足場を使いってことか。うわっ、難しいここ氷だったんだ。ツルツル滑る。じゃあ押して、あ、そんなに難しくないかも。それで、ね、こっちを押せば乗れ乗れていけるはず。よし、危なっ。これも小さな鍵かな。あ、違った、妖精だ。で、ここまではいいとして、とりあえず向こう側に石を運ばないといけない。この上ツルツル滑ってめんどくさいな。2日目？もう乗れるかな、これで。よし、
危な。それでこっち側に行けるってわけか。で、ここを足場を使って。よし。うわあ、びっくりした。びっくりするから。これなんだろう、小さな鍵かな。あ、また妖精だった。なるほどね。ここは別に来なくても攻略はできるってことか。よいしょ。じゃあ、ようやく、2階に行けるのかな？スイッチ押した状態で行けるんだろうか。え、ここ妖精いる。どこだ？ん？あそこにいるっぽいけど、なんだろう。うわー、びっくりした。え、どこにいるんだろう。ここって上とつながってる？つながってないか。ここの部屋にいるんだな。一体どこなんだこれ。画面の外にさ、画面の外に、え、あ、ありました。なるほどね。なるほど、ここにいるのね。これは分かんなかった。画面の外に何か、あのマップの何を言ってるか分からないね。画面の外に、やばい、画面の外にあの宝箱マークがあるのが、ヒントなんだね。ここになんかありそうだな。ん？ここは上の階とかとつながってるんだろうか。うん、つながってないな。ここの部屋にいるんだな。どこだろう。わからん。ダメだ、この部屋わからない。ヒントがあるようで何もない。なんで上とつながってんのかな。また今度来ましょうか。めんどくさいけどね、ここまで来るの。どうやって上に上がるんだこれ。ここまで来たはいいけど、どうやって上に上がるんだろうこれ。え、どうやって3階まで行くの。うん、あそこになんかあるの。え、なに、めっちゃ意味深じゃん。え、わからない。ちょっと待って、ここを押すとどうなるの。いや、ここを押すとどうなるかは別に押さなくてもわかる。いや、押した方がいいか。
はあ、ここまで戻ってきちゃうんだ。それで鍵がなくていけないじゃんとか言ってたとこに行くってこと？なんかどこに行ってたな、そんなこと。鍵がなくてなんたらかんたらみたいな。はい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 、やること分かったんですけど、時間がいい感じなので今回はこの辺で終わりにします。ご視聴ありがとうございました。